今日は絶望的に酒がまずいな。お前らがモグラって呼んでるのは、ハムラが抱えてる殺し屋だ。殺し屋？ああ。ハムラは殺しが必要な時は決まって、同じ人間を使ってるみてえだ。きっと、そいつだろう。誰なんだ、そいつは。さあな。ただ、どっから見つけてきたのか、相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのに、ろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことは？ねえよ。モグラの顔を知ってんのは、ハムラだけだ。タボ、お前、どうしても手引かねえ気か？ええ。だが、もしハムラやモグラを追ったとこで、奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか？後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。親さん、一つだけ言わせてもらえますか？なんだ？俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。ハムラあっての松金組っていうのはやっぱり俺は。何とも言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組はハムラの仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。おやさん、今までお世話になりました。結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。そうか。羽村あっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつっても羽村が実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組の門とやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ、多分羽村の居所も得る。つまり俺の言いたいことわかるか？盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって、あれだけ暴れちまったんだ、捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団ばりの腕がいるな。ああ、なるほど。杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しちゃいます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あら、じゃあね。矢上氏、今度は何ですかな。あまり大きな声じゃ言えないんだけどさ、盗聴器が欲しいんだ。つくもそういうの詳しくない？詳しいに決まってるでしょう。僕を誰だと思ってるんですか。だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料ってお前の手作り？メイドインつくも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのはすぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。そのところはなんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたらあっという間に届きますから。矢上氏はお金だけ用意してくだされ。いくら？材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば。それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてくだされ。必要なパーツは手配しておきます。
いね。ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけって。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝とけって。
お金準備できたのですかな。材料費と手間賃込みで10。ああ助かります。では完成したら連絡いたしますゆえ、ちょっとばかしお待ちくだされ。わかった、よろしく。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。今俺のこと、ね、しつこいね。しばらく寝とけっての。時間食っちゃったよ。
にしろよ。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝とけって。いい加減にしろよ。もしもし。お待たせしました。例の品完成しましたぞ。本当に早いな。では悪いのですが、店まで取りに来てくれますかな。わかった、すぐに行く。ヤガミ、ご飯！
ったく、いい加減にしろよ。わっ、神さんよ。寝とけっての。八神氏、早かったですね。お前の仕事の速さには負けるよ。お褒めに預かり光栄ですぞ。では商品をどうぞ。コンセントに差し込み偽装するタイプのものです。受信範囲は100メートル、電波は超強力。間に鉄板のような遮蔽物があっても問題なし。ビルの上の方のフロアでもクリアに聞こえるでしょ。いいね、そういうのが欲しかった。電源はリモコンで遠隔操作できますから、聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくだされ。たとえ八神氏のような名探偵であろうと、この盗聴器を見